テリゴ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日もですね、恒例のアルバイトの帰り、頭の中で考えていることを口にしましたでございます。先ほどアルバイト終わって、今歩いて帰ってるんですが、今日はこの後、ライブがありまして、また新ネタをちょっと試してこようかなと思っておるわけなんですが、まあこの季節、まあいろいろね報道とかしてますが、まあ毎年ね、終戦を迎えたその8月でございますよね。広島に原爆が落とされて、長崎に落とされて、それでまあ終戦を迎えて、それから77年経ったということなんですけど、まあその子供の頃からね、僕たちはもう戦争を知らない子供たちなんですけど、まあそれをね、まあ教育として、戦争第二次世界大戦はこういうふうに起こって、こういうようなことがあったんやみたいなことを、まあ教育されてきました。そんでまあ子供の頃とか、よくアメリカとベトナムの戦争とかね、ああいうの俺図書室行って、あの写真をね、なんかベトナムの子供が泣きながら裸で走ってる写真、あれ印象的、皆様はそれ見たことあると思うんですけどね、ああいうの見て、なんかみたいなことを、でもそういうのってなんか過去のことで、なんか歴史っていう、なんかそういうなんか社会の中で歴史としてあったみたいな感覚でいてたんですけど、それでまあ、社会人になって、まあいろいろ戦争とかいうことはやっぱり毎年この終戦記念日とか、まあその中でも途中でね、湾岸戦争とかね、アメリカイラクを攻めてフセインをね、まあね、そう、フセイン政権を倒したとかいう、あれもなんかこうテレビを通して、それでなんかこうお互いがミサイルを撃ち込んで、なんかその光がどん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 お互いがこう撃ち合ってるみたいな、なんかゲームを見てるみたいな感覚やったんですよ。んで、なんとなくこの戦争っていうことがなんかこう身近に感じなかったっていうか、なんかこう人ごとみたいに思ってた世界の、で日本でのこの第二次世界大戦はもう歴史のことやみたいに思ってたんですけど、この今ロシアがウクライナを侵攻して軍事作戦みたいなこと言ってたけど、もう今戦争ですよ。これを目の当たりに、あの映像とか見てて、なんかほんでまあ隣国でもあるっていうこともあるんですけど、まあほんでそのね、すごく情報社会ですから、昔と違ってリアルに、ほんでそれぞれ個人が SNS で発信したりとか、そんで、ゼレンスキー大統領も自分で SNS を通してとか言うから、すごくリアルに僕たちの目に入ってきて、うわこれほんまに戦争ってこんなんやみたいなことがなんかリアルに感じるようになってきたんですよ。それが日本でもこういうことが行われてたんやみたいな、でこれって本当に国のトップとかそういう政治的なものから、そういうなんか国益みたいなことがあって、それで国民が被害者となって、犠牲になっていくっていうことの理屈みたいなのが、いや恥ずかしい話なんやけど、この年になってなんかリアルに分かってきて、それで今ね、その核の問題がすごく、北朝鮮もそうやし、それでロシアもそうやし、みんなそんでもね、核を全部保有してての国を守るみたいなことで、まあロシアでも何かあったら核撃ちますよみたいな、ほんで核にも種類があると、そのね、先行とか新興的な核の、縮小された核もあるんですみたいなこと言うてるわけよ。何を言うとんねん、核は核やんけと思って、でこれね、一番なんかって思うこと、皆さんもそう思わないですか。戦争でやったらいけないことを決めたんやと、それでまあ核を使ったらいけないとか、その、攻撃の中の威力はここまでやとか、ここまではいいけどここまではあかんとかいう、俺その法律とかルール見て何を言うてんねんと、戦争自体があかんやんけと、
どれもあかんやんけって俺は思うんやけど、それをもう世界が、いや戦争は、うん、認めましょう。でもそこまでやったらあきませんよみたいな、そうならざるを得ない俺は、世界がみんな認め出したことが、これもうことの始まりがあって終わりがないんやと俺は思うのよ。うん、だから、うん、今回ね、そのロシアが原子力発電所をウクライナの攻撃したじゃないですか。これって核として爆弾は落としないけど、その原子力発電所に核があるわけや、放射能が撒き散らすわけやし、人体に及ぼすとてつもない被害を被ることを、まあこれ世界のそのルールの中でそれは絶対したらあかんことをやったっていう。でそれを世界が非難してるわけなんやけど、俺そのまあロシアのトップの人も俺思うけど、何を言うてんねんと、戦争やでと、それやったらあかん、これやったらあかん言うてる場合かと、全部やったらあかんがな、だからやったんねんみたいなことなんやと思うのよ俺。おー、だからこれねえ、なんか今こうやって歩いてるやんか、アルバイト終わって俺今からライブ行くやんか、この時に上からドカーンと落ちてくるようなもんやで、今のウクライナって。それを俺なんか身近にすごく感じてきて、それが日本にもあり得ることなんだなっていうのを、やっぱりみんなそれぞれが意識していかなあかんのかなと俺は思うんですよ。うん、まあね、これね YouTube でこういう話したらね、これね収益化がね制限されてね、それストップされるんですよ。だからこういうことはいけないみたいな、俺はそれもおかしいなと思う。こういうことの発信でそういうことを制限するって何なんやろなって、まあまあ思考が傾くからとか、なんかそういうではないんだよ YouTube っていうのは、っていうのはすごくわかるけど、なんか俺はねえ、もっとこういう SNS 通してとか YouTube 通してとか、日本からも本当にこういう、向き合った考えをこう発信していくことに、うん、俺はありとしていかないかんのちゃうかなって俺は思うよ。いや本当に、だからその広島でね、なんか生き残ったご高齢の方が子供の頃橋を渡ってて、あれ何って隣の人がパッと光ってるもんを見て一瞬にして体が焼けたらしい。でその人の隣にいてて、その人の影があったから助かった。そんなことってある？一瞬にそういうことがある？想像もできへん。そういうことが今引き金をみんなそれぞれが国が持ってるみたいなことになってることを、俺はちょっとこれは怖いなっていうのもあるし、じゃあどうすんねんっていう、うん、まあその福井の原発で、うん、今北朝鮮とかがミサイルがもしかしたら誤射して、こっちが防衛ができなくてそうなった時どうしますって言ったら、そこに福井県で住んでる人はもうそれは覚悟するしかないよねみたいなこと言うてるっていうことは、自衛というところに対しての防衛するところにそんなに期待はしてないんかもわからんし、そんだけの能力は日本にはないんかもわからへんしみたいなところが、うん、すごくそういう崖っぷちのところで今日本で置かれてるんちゃうかなと。それが今侵攻されていってるウクライナ、これがずっと何年も続いていくってあれば考えられへん世の中やね。うん、まあなんか俺はそういうことを今ふっと回るアルバイト帰りながら、平和だよなって、またアルバイトして帰っていってみたいなところに、うん、だからうん、なんかそれにありがたさを感じなあかんこともあるんやけど、うん、明日は我が身じゃないけど、そこに危機感を持って生きていくことも
すごく大事なことなんちゃうかなと思います。